J1 札幌への移籍を発表した高木俊選手は、昨日大分フットボールクラブの小澤社長とともに会見に臨みました。僕を成長させてくれたのはもうこのクラブだなっていうのはすごく感じてます。もうトリニータのサポーターは本当に大好きでした。高木選手は2017年からトリニータに所属し、翌年片野坂監督のもと J1 昇格に貢献。守護神として昨シーズンまでリーグ戦152試合に出場しました。直前の試合では9試合ぶりの無失点で勝利に貢献した高木選手のシーズン途中の移籍について、小澤社長は移流したが彼の貢献と挑戦への思いに対して苦渋の決断だが送り出すことにしたと話しました。